大体新聞記者の皆さんって労働法制で守られてるんですか、これ。まあ、一部その残業とかその辺については出てるんですか。出てますけども、その打ち切り制とかいろいろその全く同じあれではない、うん、なんかあんまり皆さんだってあんまり労働法制で守ってくれっていうようなそういう人種じゃないと思うんですけどね。まあ、人種って言ったら失礼か、そういう職業の人たちじゃないような気もする。なんかあんまりそういうことで、すぐ残業代申請をして取材でずっと待ってる時にあれみんな残業代申請してるんですか。まあ、ちょっと全部の社がどうか分かんないですけども、一応その打ち切りみたいになっていて、いくら働こうかというようなシステムにはな、いちいちその申請しないというシステムにはなってます。だからあんまり、まあ新聞記者の場合にはやっぱりそれは会社のサラリーマンだから、それは休みとかボーナスとか、まあそういうところはいろいろルールで決めなきゃいけないと思うんですけど、残業代もらうよりも一本やっぱりスクープでもなんか記事に載せてやろうっていう方の気持ちの方が強いんじゃないですかね。割増賃金もらうよりも俺はとことん取材かけてなんとか他社よりも抜いた記事を出してやろうとかいうように思ってる人たちも多いんじゃないですかね。分かんないですけど、まあ、だからそれは全部労働条件を全部緩和しろってわけじゃなくて、そういう気持ちを持ってる国民だっているわけだから、だからそれに合わせたその日本全体の一律の労働法制っていうものを適用しなくてもいい地域があってもいいと思うんですけどね。まあ、ちょっとそれは根本的な考え方の違いだから分かんないですけどもね。ちょっと日本政府の今の方向性っていうものは非常に残念です。やっぱり日本維新の会でずっと言ってきた雇用のこの雇用問題、この規制緩和っていうのは絶対自民党政権ではできないって言ってたことが、やっぱりこれ徐々にあらわになってきてるのかなと思いますけどもね。